私も一緒にランニング行ってもいいですか？ええ、いいわよ。でも、急にどうしたの？みんなと一緒にボイトレをするんじゃなかったの？実は先輩に見てもらいたいものがあって、これです。カスミンプロデュースのレインボーランニングシューズ。あら、素敵じゃない。靴ひもがカラフルで、まるで虹みたいね。でしょでしょ。これ一本一本違う色を染めていったんですよ。うーん、キュート。我ながら最高の出来です。かすみちゃんにぴったりね。自分に似合うものをちゃんと理解していることも、スクールアイドルとして必要な力よね。そこ、かすみ意識してますから。あ、でもそれを言ったら、かりん先輩の方がよくわかってるなって思います。セクシーな感じの衣装とか。それは私にモデル経験があるからじゃないかしら。カスミンはそれだけじゃないと思いますよ。カリン先輩のセンスの良さと、カスミンの可愛さは後から身につけられるものじゃないっていうか、生まれ持ったものってこと？ありがとう、カスミちゃん。なんだか元気出てきたわ。よーし、今日はたくさん走りましょう。あれ？いや、カスミンはそこまで頑張りたくないっていうか、このシューズを履きたかっただけっていうか。あら、そうなの？じゃあ、後で走る距離を決めて、それを達成したら何かご褒美があるって感じはどうかしら。え、ご褒美？ご褒美あるんですか？私があなたに一方的に、じゃないわよ。私はかすみちゃんに、かすみちゃんは私にご褒美をあげるの。どう？それってかすみんがかりん先輩にご褒美をあげて、かりん先輩がかすみんにご褒美をくれるってことですか？そう。どんなご褒美にするかゆっくり考えたいところだけど、そろそろランニングに行かないといけないから。わかりました。走りながら何をあげるか考えればいいですよね。ご褒美を考えながらだったら楽しく走れるでしょ。はい。はーい、かすみん、どんなご褒美にしようかな。じゃあ行くわよ、かすみちゃん。